どうも、安田ティミナスです。どうも、アウトです。僕のチャンネルでね、ライブで一回、ラウンド中にライブさせていただいたんですけど、ピナさんと、ソウさんと回ってね、ソウさん今ちょっとカメラ回してもらってるんですけど、カメラもそうです。はい、で、その帰りなんですけど、まあ、ライブの時もね、言いましたけど、アウさんモデルのバッチリと、アウさんがね、こだわりを持って、作ったシャフトの相当こだわってるからね、俺。いや、ほんとっすよ。いや、納得いかなかったらもう出さないって言ってたもんね。はい、それを経て、まあ、できましたと、はい、色、デザイン、うん、これがまずちょっと上がってきたんで、黒。やっぱ俺と言ったら黒でしょ。もうアウさんと言ったら黒。ちょっと、ここにねシャフトの名前とかが入ったりとかするんですけど、名前はまだ、名前はちょっとまだ、うん、はい、まあ、こんな感じでございます。まあもう黒ですよ、今までのバチートと。めちゃくちゃかっこいいと思うんだけど。そう、バチートのこれが合ってる。そう、あの黒もね、いろんな種類の黒あるんで、それをちょっといろいろ一回作らせてもらって。そう、あの他のもね、そう、あの艶消しとかね、いろいろやったんですけど、やっぱりこの、艶ありの、まあ、この黒がアウさんとしてはもうこれだということで、正直前作のバチートの時も黒の要望ってすごいあったんですよ。これがまあちょっとデザイン用なんで、この1本しかないんですけど、中身は違う。そう、中身これ違うやつなんで、あくまでデザイン確認用なんですけど、打てるやつ組んで持ってきました。ちょっとこっちにはデザイン入れられてないんですけど、うん、中身はもうその開発したものなんで、これでちょっとサンプルみたいな、うん、まあ、今日は打っていただいて。わかりました、うん、長さぴったり、ぴったり、同じ長さにしてって言った。そうそうそう、うん、いいっす。で、これグリップ太くしてくれてるっていう話なんですか。そうですね、ちょっと太くなってると思います。最近の流れって。そうですね、まあでも、あの二巻きとかそういうレベルですね、一般的に言うと。そんな感じですか、これ。それ、あの、平野さん。平野さん。かわいいよ。まあ、ちょっととりあえず打ってみて、うん、まあ、今回どういうコンセプトというかあの考えで作ってるかみたいなのを、話せたらと思いますので、うん、ちょっとあの今日ラウンド1ラウンドして、その後あのちょっとバテバテっていうのは言い訳させちょっと、まあ、多少見えてると思いますよ。あとちょっとあのここ3階で40センチまでしか火上がんないんですよ。で、俺いつもね50ぐらいでやってるから、60なら60ぐらいでやってるから、ちょっとね、球はいつもより低くなるかもしれない。いや、でも強い球でして曲がらず、ちょっとダフルぐるぐる、ダフルぐらいでちょっと、普通に打ってもちょっとフェード気味、うんうんうん、あー、いいっすね、いいっすね。今もちょっと普通に打ったけどちょっとフェード気味、だから俺ほんと左がなくなったよ。そうっすね、まあどっちかって言ったら左のミスに、うん、あの悩んでたんで。でもとはいえあれっすよね、右に逃げすぎるのも嫌だっていうことだったんで、捕まえに行って、うん、ストレートがフェードになるぐらいがいいなと思って、うんうんうん、そうですよね、うん、だからまあ前作のバチートのシリーズに比べると、うん、あのまあ若干こうアスリート寄りというか、うん、でもまあ結構アベレージゴルファーの人も使えるようなスペックにはなってます、うん、またあの振動数とかね、細かい数値に関してはあの後日ね、あの公表していこうと思ってるんですけど、今回に関してはね、重さもあの 60g 台になってます、うん、なのでまあちょっと今回は女性はにはちょっと重いかなと思うんですけど、ガラッと結構ね、考え方を変えて、うん、まあ最初ね、アウさんの要望としては朝一が触れない時でもあの曲がってほしくないし、でこれからまあいろんな季節やるにあたって
こう体が動くようになっていっても曲がってほしくないっていうのがあったんで、それに応えられるような非常にキックポイントだったり素材選びだったりっていうところにはできてると思うんで、そうバチートは朝一は結構いい球だよ、うんうん、でも体がこう慣れてきて動いてきて振りに行った時にちょっとこう出る、はいはい、まあ、前作のシリーズはね、うん、だからそれでそこでしっかり振っても左に行かないっていうのをちょっと要望として出したらもう、うん、もうバッチシのができてきた。まあね、あのまあ何回かあの振ってもらったりとかしてるんですけど、うん、その試作的なの、うん、で最終的にその要望を詰め込んでできたのが、うん、まあ、今日のこのシャフトになるんですけど、もうちょっと打ってみていい？もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと当たりを満足してないんだ。ナイス。曲がりなし。いや曲がりなしですよ。ナイス。これ完璧です。完璧です。どっちかっていうとこれ叩ける系で、うん、やっぱり今回作ってますよね。叩けるっていうと結構やっぱり、まあ、手元系の調子のものを、まあ、想像しがちだと思うんですよ。左行かないとかっていうとね、もちろん手元も今回動くようにしてます、うん、ただ右行っちゃう人もいるんですよ、うん、でマーさんとかもまれに右のミスあるじゃないですか。あの重要な場面だと右にミスですよね。だからちょっとこう抜けちゃうミス、うん、それを補うために先も動かすようにしてます、うん、で、まあ、これ要はまあダブルキックに近いんですけど、まあ、いわゆるダブルキックとはちょっと違っていて、手元の方が、要は動きを強くして先はちょっとそれよりは動かないんですけど、まあ、普通の手元調子よりは先も動かすようにして、で一番先っちょを結構硬くしている、まあ、これはもうバチートシリーズ、まあ、どっちかというとねしなり感じられるようにっていう中でやってるんで、まあ、先っちょは当たり負けしないように硬くしてっていう、もう結構もうどっちかというと本当アスリート志向なシャフトになってるんで、アウさんヘッドスピードとか どれぐらいですか、まあ測ったことあれば43シ、うん、だからまあ結構多くの、まあ、ゴルファーが、うん、まあ40から45っていうような、スイングスピードの中で、うん、打てるんじゃないかなと思うんで、で多分、まあ、重く振って夏とかだったら、ね、後半行くかなぐらい、うん、5、6行くかもしれない、うん、でもそれでも多分ね、うん、そんな遜色ないな。そうですよね、まあ、結構振る試し打ちとかもしたんで、うん、それでもこう左に巻いていくことはまずなかったですよね。巻くってのはない、うん、出玉が左行くことはある。確かに確かに、あの結構こう突っ込んだりして、そうですね、打ち方の問題で打ち方変えちゃって出てくるのがあるけど、うん、普通に強く振って左に行くことは、うんうん、なかったよ。そうですね。どうそうちゃんこれ、かっこいい、かっこいい、うん、かっこいい。じゃあせっかくなんでソウさんと打ってみますか。あ、打ってみようか、ね、ソウさんも俺もちょっと打たせてもらって、じゃあ行きますか。なんか重量感がそんなこう、うん、ずっしりではないじゃん。重量も聞かされてないからそっか、分かんなかった。いや今日知ったっすか、うん、おー、うん、出玉左でしたけど曲がんないっすか。よいしょ、おお、ナイス。だからそのフェードの幅というかスライスの幅がなんか、いや、かなり抑えられてる、収まってますね。だからこれもっとしっかり捕まえにいっていいってことですよ。よっしゃー、いやー、お買い上げありがとうございます。これはちょっとワンチャン俺もこれ使ってる可能性かなり高いですけど、いやだって、ね、自分の多分なんとかするでしょうね。ああ、ちょっとこれもう一回打っていいですか。まあね、こういうのは出ますよ。こういうの出ます。全く曲がらないやつものなんてないわけだから。よいしょ。左だけど。だってヘッドも、ね、こういかないっすね。ヘッドも MMO だからね。あんま使わないでしょ。いやでもこれ、いいでしょ。いいっすわ。じゃあちょっと俺も打たせてもらおう。引っかけるタイプ。あ、そう。チーピンもそのチーパーって言われてたから。そうなんですか。うん、チーソーさんなんですか。チーソーさんなんで、あのチーは絶対出ないと思う、うん、よいしょ、いいね、
いや、いいフェードですよね。うん、おー、ナイス。ストレートに、いい、ね、マジ打ちやすい。いや、これ操作もあるな。盛り上がるじゃん。これも今使ってるエゴ法なんよね。はいはい、うん、で、いいね、これなんか知らない、いいね。いやー、ナイス。で、捕まえに行ったでしょ、今。捕まえに行った。でも、ちゃんと、ああなってくる。チンしない、チンしないですが。なんだったらもう、チーピン打ってみてもいいぐらい。じゃあ、チーピン打てるかな。打てる、うん。ああ、でも、あ、でも左まっすぐだもんね。チーピン打ちに行って、左まっすぐ、うん。出玉が左って感じ。こうやって曲がっていかないよ。いかない、いかない。いや、俺もいいかも、これ、マジで。ということでね、アウさんの、アウさんモデル、バッチリと、まあ、またね、これ、動画、ちょっと何本か、しばらく出していくんですけど、一応4月、上旬から中旬の発売を予定してます。うん。うん。前回の場合は、受注生産っていう形で、ちょっと時間もらっちゃったんですけど、今回は、すぐ発送させてもらうと。で、その代わりちょっとこの裸の状態で送らせてもらうんで、うん、ご自身で工房さんとかに行ってもらって組み立てるの、そう、リシャフトしてもらうという形になります。 OK、はい、で、価格はですね、今までのバチートと同じで、2万9800円に、消費税。 OK、まあ、シャフト単体としてはカスタム系のシャフトとしては結構安い方なんですけど、まあね、決して3万円って安い価格じゃないんで、まあ、しっかりね、ご検討いただいてとは思うんですが、まあ、非常にいいものだと思います、うん、いいのができたと思います。はい、まさにサイコパスですよ、これは。あまあ、ちょっとね、シャフトのネーミングとかも、追ってね、また公表していきたいと思いますので、はい、はい、本数何本？一応、限定150本しか、現時点ではもう生産してませんので、うん、まあ、だからこれが例えば、うん、バーッともしね、そういう勢いで売り切れちゃったりした場合は、うん、まあ、ちょっと追加生産考えるかもしれないですけど、うん、ただもうすぐにはできないんで、時間はかかっちゃって、時間はかかっちゃうんで、まあ、とりあえず150本だけ作って、そうですね。で、まあ、追加、その後ね、でも売り切れちゃった後も問い合わせしてくれれば追加するかもかもしれないですけど、うん、まあ、パラパラ来るっていうぐらいだったら、うん、正直難しいんで、はい、ちょっとね、シダとかね、どっかでできればとは思うんですけど、まあ難しいかなとは思うんですけど、ね、まあ、今回ね、アウさん、ウーム所属のね、クリエイターさんなので、うん、ウームさんからもしっかりと許可をいただいた上でちゃんとね、はい、契約して、はい、発売に至ってますんで、ということで、こちらね、バッチリとアウさんモデル、また情報はね、続々と出していきますんで、その辺の情報を待ちつつ、はい、楽しみにしていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。